朝からの雨が窓を濡らしている。アパートの小暗い部屋の中で、レインコートを出し、手早く外出の支度にかかる姉を、彼女は隅っこから目を光らせて見ていた。いいわね。じゃあちゃんとおとなしくお留守番をしててね。すぐ帰ってくるから。姉は言った。彼女は答えない。 が姉はそんな妹にはすっかり慣れっこになってしまっていた。そのまま扉に向かった。突然彼女は低い声で言った。もしもよ、もし佐伯さんが結婚してくれって言ったら、お姉さん結婚する